はい、ということでですね、生駒神社さんにねお参りしてからの結果は、投資が、7000円ですかね、回収が8500円ということでプラス1500円でございます。やっぱ生駒さんは強いな。生駒さんはやっぱりナンバーで勝てるな。まあそれまでにね、19000ほど負けてたんでね、今日一日トータルでは負けですけど、生駒さん行ってからでは勝ちでございますということでね、これからもね皆さんもね大阪来られた時はね生駒神社さんへお参りしてからね、クラブ D へ行ってくださいありがとうございました。さよなら。今日はですね、令和6年9月9日月曜日ね20時9分回ったところでございます。2時間ぐらい前にはもう帰ってきてたんだけどね、もうやる気がなくて負けまたね今日はね一個ねまあいい兆しが見られたのがね、ゴミスターで1万500円負けて、キズリのマルハで2000円負けて、プレミオで7000円負けて1万9500円負けから、谷急行って生駒さんお参りしてナンバーで売ったらね、ちょっと計算間違ってたんで、ね、途中なんか1500円ぐらい買ってるみたいなこと言ってたけど、500円勝ちです1万9500円から、負けから8000円投資して総投資2万7500円からの8500円回収ということで1万9000円負けですね、まあ生駒さん行ってから500円買ってるんでね、生駒神社行ってそのままアルハン行ってアイム座って4ゲームでビッグやからね、ベカって光るところも動画撮れてるけど恐ろしいないや生駒さんは効果あるでマジで、ただ今日の負けを取り返すまではいかんかったけど、もうどっからどう見ても設定よくて3、2か3みたいなクラブ D のね129番台、まあ、レギュラー選考やって3の6やった台を13の9に仕上げてどんだけビッグ引いて どんだけレギュラー引けへんねん、そんだけ引いても、8500円しかないっていう、逆によう飲まれんですんだな。まあ一回飲まれたけど、一回飲まれて1000円追加しての話やねんけど、危なかったわ。あれ、生駒さん行ってなかったら負け取ったよな。生駒さんのね、なんやったかな、なんか、勝負の神様がいてんのよ。そこをお参りするとね、よく勝てるのよね。まあ今日は、生駒さんに、の本体にお参りしてからね、あっちゃこっちゃにあるところね。資格試験の合格の祈願とね、厄除けと。もう今厄つきまくっとるからね、厄除けしとかんと。もう次の職場行くまでの間に、ね、今の厄落としとかんと。まあ、さっさとこんな厄落とさんとね。それとね、勝負運の神様と。もう一個なんかに書いたな。お参りしましたけどね。ちゅうことで。まあ、これでね、これでちょっと役払いはできたし、ちょっと引きは戻ってきた、来ると思うので、やばいからね。まあ、ていうか、ゴミスターが設定入れなさすぎて、もう常連ももう引いてるドン引きやもん。もう今でもまだ 2ペカしかしてへんない。俺が今日2ペカしたら大丈夫。今だに 2ペカや。300、何番台 ?383 番台かな。700ゲームぐらい回って、ビッグ1レギュラーしたまんまやな。あの台もやめて正解やった。俺、あれ、今日1日中とかな思ったけど、やめて正解やったわ。危ないわ。あの店危ないわ。もう設定位置、ベタピンを超えとるからね。ベタピンの域を超えてるからね。ベタマイナス6ぐらい。どうやったらそんな台になるの？設定位置の確率ですら引かれへん台がゴロゴロある。というか、大半がそうっていう。恐ろしいわ。あれでよ、ジャグラー煽りするな。朝一全部7揃ってたぞ、今日も。怖いわ。この間もやっとったけど。ジャグラーって言いながら、ジャグラー1個も設定入ってん。ジャグラーで回収してますって言ってくれる前だ、あれ。そりゃ、あそこの店の YouTube チャンネルと、そりゃチャンネル登録30人ぐらいしこれへんはずやわ。誰が見んねん、あんな動画。
うちの動画の方がまだマシやわ。言っちゃ悪いけど。ね、まあ、ということでね、いつもご視聴ありがとうございますね。まあ、こんな動画でもね、もう、チャンネル登録2000人なんで。これ、撮影してる時点では1999やけど、もう多分2000いってると思うんでね、2000人なんでありがとうございますね。こんな動画でもね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということでね、まあ、ジャグラーさえやっとけばね、まあ、大負けしてるけど、ジャグラー打って大負けしてるけど、やばいな。やばいな。これ毎年9月10月11月にこってんぱんにあれね。いかんほうがいいな。まあじゃあ俺は最後とくまでね、なんとかなるんでね。というかあなたたちがね、君たちがね、今のね、今日動画を1本見たらあなたがね10本、今日動画を2本見たらあなたはね20本ね、動画をきっちりね、もうミュートでもいいからね、最初から最後まで再生してくれたらね、こんなマイナス分ぐらいね、ピュッと収益で、収益でね、総裁です。ね、ありがとうございました。いやー、ジャグラー簡単だわ。